道走っておいたら、おならが止まらなくなっちゃった私のこと、あんなでリズミカルなおなら聞いたことある、笑ってごまかせちゃうの、笑ってごまかせないの、それはもういいの、それはもう間違ってるの、あなたがよく言ってた世界平和とか笑えないんだったら、それはもう世界平和の方が間違ってるの、平和じゃなくていいから、私はあなたが笑ってる方がいいよ、俺笑ってみ、寂しくなくなっちゃうから、寂しかっただけでしょうよ、なんて顔してんのよ、笑えねえって言ってまだ拗ねてんの、だったら私が愛しに行くから、そこで待ってろ、生まれたまんまの姿で愛しに行くから、考えてばっかりで日が暮れちまうぞ、いいんだよ、あんたのせいじゃないから、誰がな、誰のせいかな、神様だな。今私が神様叱ってやっから、神様、あんたは幼い、弱い、この星に何億年いんだか知んねえけど、ちょっと信じてもらえないぐらいで泣いて、ちょっと傷つけられたぐらいで怒って、言葉も持ってねえくせに、何にも伝えらんねえくせに、すんに私たちのこと殺そうとする、どうせまた同じ親だってな、どうせやんだって、こんなちくちゃこちゃってねえな、バカにしやがってよ、悔しいよな、だけど考えるばっかりだって日が暮れちまうし、大丈夫、この星には私たち女がいるから、かまねえよ、神様連れてこっつの、抱きしめてやるから、さあおいで、私たちの命を洗え、目が覚めても弥生ちゃんはいなくて、神様を殺せなかった僕は鬼になってしまいました。だから遺書を書きました。人間って1日30万回思考するらしいんですけれども、だからこうやって何かを書くときっていうのは、もう何ヶ月も何年も同じことをずっと考えるわけです。それこそ100億回ぐらい考える、そのくらい考えると未来になるんだって。これは俺が1兆回考えた物語、俺たちはまた一緒に生活をする、暮らす。平日の夕方、汗まみれて帰った俺に、君はおかえりって言う、間に合ったね、好きなテレビ始まるよって言って、12チャンネルではガンバの冒険の再放送をやっていて、俺は一生懸命見る、君はラジオをつけながらキッチンで一生懸命ジャガイモを茹でている、偶然かかった映画音楽にテンション上がって、俺の名前を何度も何度も呼んでいるけれども、俺はテレビに夢中。一番特別な日はクリスマスでも誕生日でもなくて、一番日の長い日、電気をつけないでコップにろうそくを浮かべて二人で唐揚げを食べる、揚げたてだから口の中をやけどする、それを俺はビールで冷やす、君はハイボール、氷は普通のやつじゃなくて丸いやつ、窓際のガーベラが夜に照らされて青く湿っている、眠っていた猫が短い尻尾を立てて伸びをする、街中の小さな命がよみがえって君のための歌が聞こえてくる、それは本当はアパートの隣のコンビニから漏れてくる雑音なんだけども、俺にはそう聞こえる、君は眠っていて気がつかないけれども、俺は起きていてそれを必死で覚える、また何でもない朝が来て自転車のチェーンが外れて君が笑う、これが俺が一兆回考えたものだ、どうかな、つまんないと思う何にも起きてないの、こんなの好きになるのなんか君しかいないよ、当たり前だよ、
部君の好きなもの、全部君の好きな色、君の好きな動物、ちゃっかり俺もいるけどね。ごめんね、地味で。だけどこれが俺たちの未来なんだよ。だから俺は死なねえ。だけど死ぬほど好きです。俺の子供を産んでください。俺はその子供に名前を付けて世界を救う。君の名前を思うたび俺の心臓に血が流れる。いてもいなくても大好きだよ弥生ちゃん。